ZOO 生存日記帰国後の辛抱ですのお時間です。もしもし、あ、日本放送のズームから吉田でございます。ご苦労様です。そして本日あのゲスト政治ジャーナリストの田崎史郎さんにも残っていただいております。田崎さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。生きて帰ったんですね帰ったんですねって、それは帰りますよ。それはあ、そうですか。なんか田崎さん、なんかあの基本的に私5ヶ月間全く一切ニュースに接してなかったんですが、ええ、日本に帰ってきて暇だからネットニュースとか見てると、ええ、なんか田崎さん毎日なんか出てますね今そうですね、ありがたいことに別にネットで取り上げていただくつもりはないんですが取り上げていただいてますいやー田崎さん、去年私ね結構大変だったんですよ。昨日で一応まあ、ゆるい自主隔離が明けたもんですから、今朝からBS のなんか冒険番組みたいなやつで、東野幸治さんっていう方が、私の船に乗りに来たんですけども、東京のテレビ局は無茶しますね。今日なんかね、大荒れでそんな瀬戸内海に船なんか誰も出してないんですけどね、久しぶりに、というか15日ぶりか。海出たらですね、すっかり船酔いしてですねそうなんですか。もうなんかね、体調悪いだって太平洋の海と比べたらもうちょろいもんじゃないんですか、辛坊さんにしたら。あのね、確かに風はね、今日強風で船一艘も出てないって言ったって20ノットの風なんですよ。でも太平洋渡ってる時20ノットの風なんか普通に吹いてますから、風自体は別にどうってことないんですけど、あのね、瀬戸内海で20ノット吹くとですね、波の波長が短いっていうかね、なんかザブザブン変な波が来るんですよ。これがね、太平洋みたいにあの周期の長い波じゃないんでね、15日、多分ね1週間後だったら酔ってなかったと思うんだけど、もう2週間以上経って体が陸に慣れちゃうと、あー、きつかったですね。人魚姫みたいなこと。もうスタッフ全員もう朝から大変なことになって、意外なことに東野幸治さんだけは最後まで元気だったんですけどね。あの政治改革の話も同じなんだけどね。そのあたりってその当のニュース番組全然反省してなかった。辛坊さんかなり元気ですね。そうなんですよ。この回なんですか。辛坊さん、そろそろすぐいらっしゃってください。お時間になってしまったんで、あの喋りたいなかそう。だから早く戻ってきてくださいってことなんです。いやちょっと体調が。辛坊さん、有楽町にいつ帰ってくるんですか。10月4日に日本放送に帰るよ。9月15日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送吉田久典です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰する10月4日まで、日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組。水曜日は吉田アナウンサーです。はい、あと3回ということになりました ね、 そうですね、今日入れてね、はい、うん、で、あのこう辛坊さんがこうね、あの先週普通に陸上にいるあれ音声ですよね。当たり前ですけど。陸上にいる辛坊さんにお電話をしたら全力でもうニュース解説も始まりましたし、もう万全なんだなと、いうことが、まあ分かったんですけど、あの、なんかヒーローかかってたじゃないですか。一応こう水曜日の、あの、こう、江沢ディレクターの弁によると、辛坊さんは私のヒーローなんでっていうことでかかってるっていう話だったんです。だからスクールウォーズはあんまり関係ないという話。だったんですけど、あのリスペクトは感じるんですけど、若干いじってる面も感じるなっていう気が。いや、まあ各曜日そうですよ、これ。まあそうですね。愛を持ってだそうです。はい。まあね、あの愛を持ってあと3回私も務めさせていただく。そうですよ、よろしくお願いします。つもりでいたら、今後のニュース日程を見ると、最終日、9月の29日に、私担当ってことになるんですけど。おう、引きましたね。そうなんですよ。自民党総裁選が、あって、はい、で、しかも、多分この時間ですよね。そうですね。ね、ちょうど投票をして、結果が出てみたいな。まあ、全然、この前後ですよね、どっちにしろ。その日の午後ですもんね、はい。とんでもないところの担当になってしまったぞ、ということで、まあ、あの、本当、この半年濃くいろいろ過ごさせていただいたな、というふうに思ってるんですが、まだ積み残したことがありました。はい。あの、私、
普段はミューコミ VR っていう番組を日曜日の深夜にやらせてもらってて、もうずっと VR、バーチャルリアリティのことばっかり最近考えて、はいはい、っていう話は随分させてもらったけども、その VR 体験を増山様がまだほとんどされたことがなかったわけですよね。そうなんです、なかったので、本日ここに今ヘッドセットそのものがありまして、はい、オキュラスクエスト2、うん、持ってまいりました、はい、で持ってまいりまして、先ほどほんの数十分前、はい、増山様にご体験いただきました。いやもうね、ちょっとね、これはね、はい、この短い時間で語るのあれなんですけれども、私が体験したのがね、はい、海の中に潜るっていうね、はい、オーシャンリフトっていうアプリがあるんですけど、そう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 、まずそれに入って、うん、もう辛坊さんリスペクトですよ、はい、海の中に沈んだらこんなことがあるんだっていう、いやびっくりしました。いや私実はね泳げないんですよ、はい、そうなんですよね。泳げないんですけれども、この世界に入ると、あたかも自分がこう海の海中を泳いで、ダイバーになった感じで、海底とかも見えて、下から見上げるとこう上のこう水面がキラキラ、海面がね綺麗に見えて、サメなんかが遊びに来たところ、自分にヒューってサメが寄ってきたりするのを、ものすごいリアルに感じられて、いやびっくりした、面白かったです。いやだからまあ増山さんが泳げないのがこんなにスイスイ泳げるなんてと感動したのって、うん、そういえば僕も VR で空飛べんじゃんって思った時に、うん、同じ感動をそういえばしたなっていうのは、だからこう海底にね足をつけるのが怖い、立てない感じになるんですね、おーっていう感じになるんですよ、おーっていうのを体験してみて、かなり増山さんリアクションポジティブですよね。ポジティブじゃない人もいるんですか、こうなんか酔っちゃうとか、こうね、これが閉塞感がある気がするって人もいるんですよ、はい、ヘッドセットを、ね、それねちょっと心配だったんですけど、私酔いやすいんで、乗り物酔いしやすいんで、はいはいはい、だけど、ね、全然問題なかったです。ただ一つ難点を言うとすれば、私の大切な前髪が、大切な前髪ぐちゃぐちゃになるっていうのがちょっと ね、ヘッドセット取った時に、ちょっと失礼しますっていうか、横向いて鏡で直すっていう感じになるところが気になるかなっていうぐらいです ね、実際に、あと他にもそのビートセーバーってすごい有名なやつなんですけど、目の前から飛んでくるブロックを自分で持ってるビームサーベルでバンバン切っていくっていうゲームがあるんですけど、あれ増山さんの中ではもう宇宙空間みたいなところで、もう激しくこう自分がこう切って、必死でなんか爆弾避けたりしてね、切ったりしてるんですよ、大活躍してるイメージでしたよね。でこっちから見てると旗揚げゲームを目隠ししてやったりしてますそう、だから周りの人があまりに冷静に見ているとちょっと恥ずかしくなるゲームだなっていうのもちょっと思いましたね。で僕は普段自分が入ってしまってる側ばっかりだったんで、あんまり外から人がやってるところを見てなかったんですけどこんなにスタッフが増山さんのことを微笑ましく見ていたの初めてですよね微笑ましくというか冷たい目線なのか分かんないですけど、ニッコ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 しながらみんな、いやでも貴重な体験でしたよ、貴重な体験で、でもやっぱり一番肝は、その海の中に入って、泳げないのに泳げた気持ちになるじゃないですか。びっくり。いや、これ本当、VR ってよく仮想現実って日本語だと訳しますけど、実はあんまりそういう意味合いで海外の人ってバーチャルリアリティって言われてると取ってないんですって。で、VR の歴史上で一番重要だとされる研究所があるんですけど、そのタイトルって、エクスペリエンス・オン・デマンドってタイトルなんですよ。つまり必要な時に経験を引き出せるっていうのが、VR の本来の本質ということで、実際にこれね、アメリカンフットボールのトレーニングとかで使った時に、ね、これ冷静に考えて、アメリカンフットボールってもう体重百何十キロとかある大男たちが全力でぶつかるスポーツなんで、全力だったら怪我の危険性とか体力の消耗もすごいんで、あんまりこう何度も何度もできないんですよ。でもできないんだけど、これをバーチャルリアリティでやると、VR でやると、その時の、アメフトお好きな方はクォーターバック、司令塔だとわかると思うんですけど、司令塔の人から見た目線で何度でもプレーを練習することができると。なるほどね。ね。いうことで、一気にこうトレーニング効果が向上したりとか、そういう結果があったりして、なんかできないはずの体験が、リアルに、本当にもう本当に起きたかのように体感できる装置なんですよね、これ。で、なんかこの世界にないことを体験できるので、なんて言うんだろうな。
ストレスをね日々抱えて、はい、ストレスイライラしたりとか、してる方はこれ体験すると、はい、あのその瞬間はそれ全部解放されるんで、あ、もうそうですね、いいストレス発散になりますよね、うん、別世界に行ける感じは本当にめちゃくちゃあります。ちょっと大げさに言うと旅行に行ってこう、うん、あのリフレッシュしてくるとなんか心新たにまた仕事に打ち込めますよみたいなのに、あ、はい、まあ近いかなっていう感じもしますよね。あのなんなら私昨日この中で、うん、ペルーのマチュピチュに行ってましたからね、これはナショナルジオグラフィックっていうアプリあの雑誌あるじゃないですか、うんうんうん、あれのこう表紙の写真の撮影を頼まれたという設定で設定、いやもう本当マチュピチュのいろんなこう遺跡のガイドを聞きながら写真を撮ってくるみたいなアプリがあったりとか、いやね、あの今旅行行けないじゃないですか。そうです ね旅行行けないとなったら、うん、これはやっぱり旅気分に一番近い体験ができるのかもしれないですね、ということが楽しくて、あの、毎週日曜日の夜、ミコン VR って番組もやってたりしますので、よかったら、番宣で、恐縮ですけど、はい。あ、もう今動画上げましたか？あ、動画、さっきの動画は上がってしまうのですね。はい。あの、松山さん。ちょっと、ピッコピッコ、この後するわけですね、これ。ちょっと。松山さんが。あまり見ないでください。ああ、あの、これ、プリプピコピコもされます。はい。ということですので、よかったら、辛坊治郎、ズームの公式アカウント。はい。はい、見ないでください。はい。ということでいいですか、株と為替。そうです、株と為替、はい、お願いいたします。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価、4営業日ぶりに反落しました。昨日と比べまして、158円39銭安い、3万飛んで511円71銭で取引を終えました。昨日31年ぶりの高値を更新したことで幅広い銘柄に利益確定の売りが出ました。ただ下げ場面での押し目買いが入りまして下値を支えました。為替相場は現在1ドル109円55銭付近で取引されています。昨日のこの時間に比べますと50銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は、昨日から今日のニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台には、また VR ですよ、はい。VR のゲーム企画開発会社、サードバース CEO の国光弘直さんに、VR 業界の未来の展望について伺っていきます。VR お友達の一人ですけど、ものすごい面白い人なんで、今日お越し、はい、というか、あの、ご出演願うことに、はい、はい、なりました。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後はズームフラッシュです。はい、人生無茶リブレさん、日本放送の企画で VR 増山様に叱られたいっていう方がいらっしゃいます。爆誕の予感。叱りますよ。僕はこれ今体験したのバーチャルじゃなくてリアルですよね。これね、怒られるとしたら。そうですね。はい有楽町日本放送からお送りしているズームそこまで言うか。では昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。韓国の連合ニュースは今日北朝鮮が日本海に向け飛翔体を発射したと報じました。17日告示、29日投開票の自民党総裁選挙は党内7派閥のうち、細田派、麻生派、竹下派、二階派、石原派の5つの派閥が、事実上の自主投票にする方向になったと、読売新聞が伝えました。菅総理大臣は、アメリカのワシントンで今月24日に開かれる、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の首脳による初の対面式会合に出席します。立憲民主党の幹部は退任直前の外国訪問に花道というよりも卒業旅行だと批判しています。文部科学省は昨日新型コロナのワクチンについて受験を控えた中学3年生や高校3年生が早期に接種できるよう配慮を求める通知を全国の自治体に出しました。また大学側に対しても会場の提供や人材確保などで協力を求めました。インターネット上の誹謗中傷対策を強化するため、法務省は刑法の侮辱罪を厳罰化し、懲役刑を導入する方針を固めました。
宅配サービスウーバーイーツは今月28日から福井県、徳島県、島根県、鳥取県でサービスを開始します。これで全国47の都道府県すべてをカバーすることになります。アップルは新型スマートフォン iPhone 13シリーズを発表しました。日本のアップルストアのウェブでは9月17日の午後9時から販売予約を受け付け、9月24日に発売されます。今日もコーナー取り混ぜて様々な話題がありますが、はい、まずはこう北朝鮮の弾道ミサイルの可能性のあるものを発射と。そうですね、これもう本当に国際情勢のことなんて何にもわからないまま、うん、この番組やらせてもらってましたけど、やっぱりアフガニスタンでアメリカがバタついてるから、今だったらもう北朝鮮なんとかなるんじゃないっていう隙を見られてるのかなと思ったりもするんですけど、もうこの辺の北朝鮮の話って裏の取りようがないじゃないですか、はい、ね、もう本当専門家の方だったらいろんな見え方があるんだと思いますけど、とりあえずまだ、日本の領海というか排他的経済水域には落ちてないということではあります、はい、でそれから次の自民党総裁選、ご派閥が自主投票にって話なんですけど、うんうん、こうなるとこれ派閥じゃないですよね、今回に関しては。そうですよ ね, ね、もうみんな事実上の、ね、トップの人たちは俺はこうするよと、はいはい、ね、支持する人は決めるけど好きにやってくださいと、うん、いうことになったんですけど、これ派閥の議員を強引に締め付けると造反が続出して派閥の崩壊につながりかねないって言うんですけど、うん、これ崩壊してないんですかっていう事実上の話を逆に思う、素朴に思うのですが、ただこれ組織自体が、はい、実は電子メールの登場以降、もう言ってしまうとトップと現場だけでもういいんですよね。昔は人間を何百人何千人と統率しようとすると、初めに10人グループ作って、はい、その上に課長を置いて、うん、課長の上に部長を置いて、部長の上に常務を置いてみたいにやらないと会社って連絡がいかないし、下から情報が上がってくるっていうのも無理だったじゃないですか。だけど今社長から例えば現場の人に直接連絡しようと思ったらできますよね。ですよね。だからあんなに分厚いでっかい組織って多分もうなくてもだんだんねいいんですよ。はいはい。で、っていうのは、やっぱりまあ、自民党という、グループがあるとすると、トップは意思決定のためにいると思うんですけど、意思決定して何かを動かそうと思ったら、もう、実は、今までになかったインターネットを手にしてしまったおかげで、人類って本当間いらなくなっちゃってて、この間に中間管理職以上に上がった人って本当に今やりづらくてしょうがないだろうなっていうのは、すごい感じるんですけど。なるほど。派閥がなくなっていくかもしれない。派閥も多分派閥の中でトップはいると思うんですけど、うん、派閥のなんか2、3番手みたいな人たちは、本当やりづらいだろうなっていうのを、まあ、見てて感じます。はい。はい。で、それから、菅総理の訪米、ね、これ批判する人もいるって言いますけど、これは日本の政治日程と関係なく国際的なことはやんなきゃダメでしょっていう気はしますよね。申し送りちゃんとしてくださいっていうのが一番いい声のかけ方な気がしますが。あと受験生に、ワクチン接種をということなんですけど、これ1月2月どうなってるんですかね。そうですね、本当の本番シーズンに、はいはい、空気が乾燥してね、そういう季節的な要因もあってね、冬になるとなんていう話もありましたけれどもね。そうなんですよね。で今年もそもそもその渦中にあったわけじゃないですか、うん、でもまあどちらかというとやっぱり受験って若い世代の問題で、うん、若い方々というのはあまりコロナに、うん、まあ、当時は侵されづらかったというふうに言ってたんですけど、今回はもう10代の方もだいぶ気になる状況になりそうじゃないですか、うん、2022年。そうなったら本人の責任じゃないから、なんか1回ぐらいはコロナだった方はちょっと別枠の試験ありますよみたいにしてあげないとかわいそうだよね。チャンスを増やしてあげないとね、今までと比べてね、なんか公平な感じしないですよね。まあそれをずっとバーッと拡大して考えると、別に全員が4月に入学する必要はないんじゃないかっていう考え方もなくはないかも。うちの娘その N 校 S 校というネットの高校行ってますけど、9月入学と普通にありますから ね、うん、両方あるんですか。あります。3ヶ月ごとにみんな、はい、入学できるシステムになってたりするので、うんうん、もうそれでも教育とかって人の事情あるし、うん、ね、生まれによって全然うんうん、発達が違ったりもするわけじゃないですか。うちの娘3月31日生まれで、そうなんですか。そうなんですよ。見てるとちっちゃいなうちの子って思いながらずっと見てましたからね、うん、まあそういうのも考えますが、であと今日個人的に一番バッて思ったのが、この侮辱罪を厳罰化するっていう
話なのですが、まあ、さっきもネットの話ちょっとしました。電子メールでトップと現場だけで良くなっちゃったっていう話もあるんですけど、侮辱罪。これひどいことって、まあ、思って普通に言っちゃうっていうのは今までの時代あったと思うんですよ。だけど、ネットによって、ものすごく遠くまで言葉が届くようになった。うん、はい、例えば自分がちょっと嫌だなって思った有名人に、あいつなんか死んじゃえばいいのにみたいなことを言ったら本人に届いちゃうようになっちゃったじゃないですか。うん、はい、で、これって、僕まあ、20数年前ですけど、初めて放送に出る仕事の人間になった時に、あ、こういうこと言っちゃいけないんだみたいなことって、ものすごくいっぱい気づいたんですよ、うん、はいはい、例えば友達同士だったらなんかこう商品買って食べて美味しくなかったらこれもうすっげえまずいなとか平気で言うじゃないですか、うん、だけど放送でそれを言うと、それを作ることによって生活してる方とか、そのなんていうんですかね、それを美味しいと思ってる方にとってあんまりいい発言じゃないわけじゃないですか、っていうのを考えなさいよって言われた時に、あ、そうだなって思ったんですけど、まあ、今ってもうラジオ に乗っけて喋るのと同じような力を普通の人の言葉ももう持つように、確かに個人個人がね、なってるわけじゃないですか。で、本来もしそのネットがなければ、価値のある発言っていうのは人のフィルターを通ってたはずなんですよね。はいはいはい。いいこと言った。俺もそれいい言葉だと思うから人に伝えようみたいになりましたけど、大したこと言わなかったなと思ったら、そこで止まってたじゃないですか。今まで。でもそれが飛ぶこ、遠くまで届くようになっちゃったから、厳罰化するっていうのは、まあ社会が変わったら法律変わるよねっていう話で、これはやっていいんじゃないかなというふうに思いました。はい。あとは、ウーバーイーツ全国制覇で、ここに鳥取県が入っていらっしゃって、僕鳥取県って、スターバックスも最後に進出した県とかなんですよね。ね。で、その時に、鳥取県がすごい遊んでて、本当にこの遊び心いいなと思ったけど、砂場コーヒーっていうのができてて、砂丘があるから、スタバはないけど砂場はあるっていうコピーでやってて、ユニークですよね、いつもね、鳥取県。ああいう遊び方ね。うん、で、そして、最後に、いかにもなんか言いそうだと思われている iPhone 13ですけど、ですね、今、スマートフォンの進化の歴史で言うと、はい、進化の、大進化の今直前の時期なんです。直前、間際？間際です。うん、だから正直、マイナーアップデートなんですよ。今変えたいんですよね。そう、変え時かなって思ってるんですけど。でも、乱熟期なので、うん、今でき、ある、出てくる新機種のスマートフォンに変えて、はい、でもそれでいいよっていう方は一番落ち着いてる時期です。カメラの画質も綺麗だし、はい、バッテリーも持つようになったし、はいはい、みたいな、ことではあるんですけど、うん、もう、大体もうみんなスマートフォンって同じ形じゃないですか。うんうん、ほとんど全ての人が持ってるやつ。はい、もうですね、メーカーによってはそろそろ折りたたみのスマホとか、ちょうど出てきてる時期なんです。それが主流になるかもしれない時期が来るかもしれないですか？これが折りたたみっていうのを確かにもう商品としては出て、うん、一部の早いもの、ね、新しいものが好きな人とかは買う時代がもう来てるんですけど、うんうん、これが定着全然しない可能性も大いにあるんですよ。そうですね。だから、こういう冒険が好きな人はそういうの買っていいですけど、うん、正直別に普通の人が普通にやることだけできればいいよ、うん、スマートフォンに求めるものはっていう人は、ベストタイミングっちゃベストタイミング。なんかちょっと難しいこと言いますね。なんかその本気で考えてるんですけど。だからそんなにね、その新しいものは本当好きな人以外は今あんまチャレンジしても得しないですよ。でも、アップルも実はその、もう今有機EL とかだったりしますけど、はい、画面を折りたたむことに関する特許とか、うんうん、そういうものに関する研究とかのところに名前出てきてるんで。アップルもちょっとそっちに寄ってきてるんですか？可能性は捨ててはいないという。話ですね。だから折りたたみ式の、特に iPhone って言わずに折りたたみ式の iPad みたいなものを出してくると思うかもしれないし、みたいなので。まあいろいろとあるけど、今一番落ち着いてる時期で、一つ一つの新機種の発表を見てるのは、まあ割と落ち着いちゃってる時期ではあるぞという感じですね。でも大進化はここ数年で何らか起きます。もしかしたら全員スマートグラスってみんなメガネかけてる時代とかが、ほんと来ちゃうかもしれないタイミングではあります。以上、ズームフラッシュでした。9月15日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから、今日ちなみに天気いいですね、この時間ね、うん、日本放送吉田久典と日本放送の増山さやかでお送りしています。はい、ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰する10月4日まで、毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー2人でお送りしていきます。はい、メールをご紹介しますね、はい、足立区のロッカーさん37歳男性の方、
この番組を聞いてオキュラスクエスト2を買った人は多いと思うので、増山さんのコンテンツを作るのはありだと思いますよ。ゲームを作る過程の話もかなり興味があるのでやってほしいですね、と。 VR のね、増山様に叱られるっていうゲームを作るってことですかね。ねえ、叱りますよ。叱っていただけますか。叱りますよ。これやるだけだったら、今360度カメラ持ってるんで、これで撮って。そういうことか。それで撮って簡単にできちゃうんですか。ゲームじゃなくてよければ、うんうんうん、増山様が360度、いろんな角度に動きつつ、うんうん、叱ってくださるというのはできるっちゃできる。はい。面白いですね。そうなんですけど、叱ってもらうっていうのが前提になってるんですけど、いいのかな。そうですね、はい。どこまで重要があるのか。神奈川県の鎌倉市の岩美子さん。これもちょっと私の、増山様の声が今日はいつもよりさらに明るくて元気な声です。直前の VR でリフレッシュされたんですね。VR 恐るべしと。まあ、やっぱりこの今まで体験したことがない、ね、はい、ことで感動するとね、こう声に笑われる、ね、心湧き立つところありますよね。よかった、はい、さっきね、こう上司関係ない発言みたいなことしたのはその直後でよかったですね。もう機嫌が良くなった後で、はい、全部ね、その VR についてのご意見なんですけど、動画も上がってますからね。動画は見なくて結構ですよ。ちょっと待ってください、どうやらね、前髪が相当気になるらしいんです。前髪でもカットしてます。前髪でもカットしました。よかったです。カットしましたか。すごい、そんなに厳しい事務所がついてるタレントさんみたいになってるんですか。あら、そう、ポンポコさんもね、 VR 初体験見ました、前髪がね崩れたの残念ですねってありますけど、はい、多分もっともっと改良されて将来的にはもっと軽くてもっとちっちゃなものを装着するだけで VR 体験できるみたいになってくるんでしょうね。いや、それこそ携帯電話なんて、ショルダーフォンからもう今手のひらサイズまで来たわけじゃないですか。そうですね。はいはい。それは小さくて軽い方が身につけるものはやっぱりいいんで、多分どんどん小さくはなっていくと思いますけどね。だからそうするとスマートフォンと結局融合して、もうみんながスマートグラスをつける時代が来年来てもおかしくないんですけど、これが10年後でもおかしくないっていうのが未来予測の難しいところで。そうですね。さあ、まだまだあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後も仮想空間 VR の未来にズームしていきます。人生無茶リブレさん、増山様に叱られるゲーム、プレイヤーを飯田君にするか内田君にするかで叱られ方が違うとかどうですかっていうアイディアもいただいてます。なるほど、参考にしておきます。はい、吉田はすぐ逃げます。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集する話題はこちらです。VR の未来の展望。この水曜日のズームでもたびたび話題に上っています VR バーチャルリアリティの世界。今後 VR の産業がどのように発展を遂げていくのか、またそのためには何が必要なのか、この時間は VR 業界の未来の展望に迫っていきます。さあ、はい、ここでね、 VR のゲーム企画開発会社サードバース CEO のね、国光弘直さんにお話を伺っていくんですけれども、ね、はい、国光さんって、はい、まあ、僕は個人的にご紹介いただいて会ったことが、うん、まあ、ある方なんですけど、それこそ何度もここに出てきてくれているこう IT 評論家の小原和弘さんですね、はい、小原さんに初めご紹介いただいて、うん、お会いしたんですけど、もともとがこうなんかですね、アジア諸国で、30カ国ぐらい、はい、アジア諸国、北米、中南米か、すごいいろんなことを留学した後に、映像制作会社に入って映像コンテンツ作ってたそうなんですけど、その後、2007年に独立されて、モバイル、つまりこの頃もうちょうどスマートフォンと携帯電話が入れ替わり始める時期で、いろんな産業がブワーッと花開いたじゃないですか。はい、で、そこで、こう、インターネットコンテンツ提供会社をご自分で創業して、で、その時からこう、2008年からかな、グミっていう会社、ローマ字で GUMI って言って、ゲームを好きな方だと、あ、見たことあるロゴっていう方もいらっしゃると思うんですけど、その、まあ、グミをずっとやってらっしゃったんですが、今年の7月にグミの取締役会長を退任されて、8月の1日からかな、株式会社、サードバースという、会社を、作られたって言い方でいいんですかね、CEO として、まあ、就任されたという方で、
バリバリのビジネスマンでいらっしゃるのですが、私が今までお会いした限りでは一度もネクタイやスーツ姿だったのを見たことがない。はい、はい、そういういかにもこう、起業家という感じの方が国光さんですね。ま、吉田さんのお知り合いの方は基本そういうネクタイ締めないタイプの方多いですね。そうですね、うん、ネクタイそうですね、うん、驚くぐらいお会いした方全部ねほぼほぼみんな、はいはい、まあでも個人的にはネクタイって、うん、なんで脊椎動物が首に紐ぶら下げてるんだろうってちょっと疑問に思ってるんですよ。、うん、危ないじゃないみたいな。あれはね、何の意味があるんですかね。一応疑問すぎて調べたんですけど、もともとは、イギリスの正装なんですね、うん、あれでイギリス人って国際的なブランドとして当時なんですか、イギリス人というのはこう紳士であるというブランドが世界に広まっていたので、はい、それ以外の国の方も俺もイギリス人風っていう風にしてネクタイ締め始めたところがどうやらスタートらしくて、ネクタイというのはもともとイギリス人のコスプレらしいです。へー、はい、という全然関係ない話をしていましたけど、そんなことね、繋がりました、そうなんです。今日は、国光さん、はい、どうも国光です。よろしくお願いいたします。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます、はい、まあ、国光さんお会いするといつも未来の話をずっとしている方っていう、まあ、僕イメージなんですけど、今はサードバースの CEO になられたんですよね。あ、そうですね、はい、サードバースってどういう意味なんですか。サードバースってサードプレイスって言葉ってご存知です。スターバックスとかが提供している言葉ですよね、うんうんうん、そう、なんかよく言ってるのがファーストプレイスが自分の家とか、うん、はい、でセカンドプレイスっていうのが学校とか職場とか、でなんかよく言ってるのがそのスターバックスが提供してるのはコーヒーじゃなくてみんなが集まる場所、サードプレイスを提供してるとかっていうのが、まあ、スターバックスがよく彼らのビジョンとかマーケティングで言ってるやつなんですけど、はい、僕らサードバースはそのサードプレイスをメタバース上に作ってくる、まあ、そういう感じの意味でつけた会社名ですね。まあ、瀬尾さん、メタバース分かりますか。メタバースって何ですか。国さん、ちょっと簡単にメタバース説明していただきます。メタバースは特に最近Facebook の、マーク・ザッカーバーグとかが提唱し始めたりとか、まあ、いろんな場所で語られるようにはなってきてるんですけど、はい、まあ、言ってみるとバーチャル空間上にみんなが集まれるそういうコミュニティプレイスを作るって感じの、そういうイメージですね。わかりました。なので、まあ、これで言うと、まあ、特にその、VR だけっていうのに、まあ、限られてるわけでもなくて、まあ、言ってみたら LINE だったりとか、TikTok だったりとか、あとゲームのフォートナイトとか、動物の森とか、まあ、こういうのも講義、そのバーチャル空間上でみんなで集まるっていう意味では、講義のメタバースっていうふうには言われたりしてますね。確かに友達、今若い人の話聞いてると、LINE のグループで後で会おうねって言ったりしてますよね。そう。雑談することを、そう、まあ、雑談できることの方が、場所がどこであるかっていうことよりも重要だったりすると。そうすると仮想空間をそれに選ぶ人たち、さっきフォートナイトってゲームの名前とか出ましたけど、はい、うん、フォートナイトって本当はこうお互い打ち合って戦うゲームだったりするんですけど、うんうん、あそこでずっと雑談だけしてる小学生とかいるんですよ。そうなんですか、はい、今います、そう、そのフォートナイトっていうのが今、はい、多分世界で一番1億人くらいがプレイしてる、うん、一番流行ってるゲームなんですけど、もともと日本の映画 のバトルロワイヤル、なんでみんなでこう殺し合って、うん、で最後に一人生き残った人が勝ちっていう殺伐としたゲームなんですけど、うん、はい、ただなんか最近の若い子はもうそこで殺し合ったりとかせずになんかみんなで集まって雑談してるみたいな、でさらになんか大きなトレンドでいくと結構そのフォートナイト上とかで、まあ、特にコロナがあってライブがなくなってきたんでいろんなアーティストがそこでこうライブをするとかって感じでも結構有名になってきてて、うん、で去年だと、まあ、DJ マシュメロだったり、はい、トラビス・スコットだったり、つい最近だったらアリアナ・グランデ、うん、で日本で言ったら米津玄師さんとかっていうのが、まあ、結構フォートナイト上でライブをして、で友達同士でみんなで見るみたいな、そういう感じのことっていうのも結構広がってきたりしてますね。僕全部見ました。あ、全部見ました。しかもすごいのがあれですよ、同時接続、はい、同時で見てる人が1000万人超えてるって感じなんですよね。もう地球上にそんなことができるね、ライブハウスとか会場なんて絶対ないですからね。リアルだね。そうなんですよね。だからもう言ってみたら、まあね、フジロックとかって比べてもね、もうはるかに1000万人同時なんで、なんか多くの人数が同じ場所に集まってみんなでライブを見るみたいな。
で、そういう動きとかっていうのも出てきてますね。まあ、そう聞くと本当に未来あるじゃないですか。うん、で、ね、まあ、ただその VR 自体が私はこうとっても面白いと思うので、あの番組を作ったりとか毎日自分で体験したりしてるんですけど、あの国光さん投資家でもいらっしゃるじゃないですか。そうですね。ね。うん、で、こうあの投資家として考えたときに、実は VR っていろいろとこう今後産業として多分伸びるだろうっていう未来予測が多いんですよ。多いんだけど、あの、ある人の予測だと多分、まあ来年 20% くらい伸びるかなみたいな人もいれば、人によってはいやいや来年10倍伸びるっていうふうに言ってたりとか、もう人によって、あの、VR の市場規模の見積もりが全然違うんですよ。で、これって、あの、投資家の方からすると、もうすごく重要な判断ポイントじゃないですか。あの、VR について投資家としては、国光さんはどういう、あの、判断を下してるんですか？あ、そうですね。で、はい、僕自身は VR は2015年から始めてるんですけど、はい、まず、あの、東京の方で育成事業、インキュベーション事業って感じの、まだ会社とかもないけど、アイデアはあるみたいな、うん、そういうところの人に、まあ、500万から1500万くらいは投資して、うん、で、まあ、育成していく事業みたいな感じを2015年に立ち上げたんですけど、はい、でその投資事業をと東京とソウルとヘルシンキの3拠点でやってまして、東京とソウルとヘルシンキ、そうですね。で、今まで僕らのところの卒業生が60社くらい、はい、うん、であとアメリカのサンフランシスコの方に VR ファンドっていうファンドの方を立ち上げまして、うん、これが60億円くらいのファンドなんですけど、はい、ここからこの VR、AR 領域の会社に40社くらい投資、と、あとはまあ自分たちでサードバースっていう会社を作ってって感じなんですけど、うん、で、よくあの僕はね、ずっとあの2015年から VR 元年が来たみたいな感じで、うん、2015、16、17、18、毎年ね、今年こそ VR 元年っていう、これずっと言われてますよね。そうそう、だからそのネット業界の方ではね、あの国光の VR 元年くるくる詐欺って言われ続けてたんですけど、まあただ、いよいよ、今年は VR 業界全員、いよいよ2021年は VR2 年、うん、で VR 元年は2020年だったっていうのが、もうこれも全員の VR 業界人のコンセンサスっていうのにグローバルでなってるんですけど、うん、はい、まあ、特に大きかったのが去年の後半にオキュラスクエスト2っていうのが Facebook から発売されまして、はいはい、でこのハードがとにかく売れまくってるんですね、うん、で実際オキュラスクエスト1は2年間かけて120万台売れたんですけど、うん、オキュラスクエスト2はまだ発売して8ヶ月くらいなんですけど、おそらく500万台か600万台売れてる、うんうん、で年内にも1000万台が突破するんじゃないかっていう、うん、まあ、そのくらいのペースっていうので売れてて、うん、あ、でちなみにこれがどういうスピード感かでいうと、うん、あのプレイステーション5って出たじゃないですか、はい、ソニーさんから、はい、あれが今1000万台くらいなんですよ、うん、なん で過去のプレイステーションのハードの中でも一番早いペースで売れてるのがプレイステーション5なんです ね、はい、なんでそれと比べても負けないペースっていうので VR の方が売れてきてるみたいな、うん、なんであの吉田さんの最初の質問のところでどのくらいのペースとかって話でいくと、うん、あ結局ね、そのオキュラスクエスト2、1が100万台くらいやったやつっていうのが今年の年末まででオキュラスクエスト2だけで1000万台超えそうなんで、うんうん、その質問でいくとやっぱ10倍のペースでっていうのが正しいと思いますね。10倍のペースで今年はまあ去年に比較しては伸びたというふうに考えていいと。で、そうですね。あの、ただ僕はもう本当に面白くて、まあもう増山様にも今やってくださいみたいなことを。体験しまして楽しかったですよ。そうなんですね。この一番初めの一歩を体験するまでの人に魅力を伝えるのがすごく難しいんですよ。そうなんですよね。確かに。このあたりはどうお考えですか？ただそういえばそのどの増山さんどの、はい、あのゲームっていうかコンテンツ試されたんですか？なんていうコンテンツ？さっきはねオーシャンリフトとビートセーバーやってもらいました。です。あ、なるほど。はい、でやっぱりそのね吉田さんおっしゃられてる通り、このねやってみたら凄さがわかるけど、やらないとなかなか凄さが被んないとわかんないっていうのが出つけてっていう部分ではあったんですけど。うんうん、ただ特にこの今ビートセーバーとかを YouTube とかで検索してもらうと、
すごい数の動画っていうのが出ているんですね。そうで結構ねビートセーバーとかでもやっぱこう自分の体を動かしながら、うんあね、あのお、ま、音楽の太鼓の達人の刀版みたいな感じなんですけど、うんそこでやっぱ YouTube 上でもすごい数のコンテンツっていうのがやっぱ流れてて、なのでそういった意味では結構僕らコンテンツ作る側の方も被ってもらわないとやっぱ分かんないって感じだとなかなか広がってこないんで、うん、やっぱりこう YouTube とか Twitch とかで配信したくなるような、うん、やっぱそういう形のなんか配信映えっていうのも重要だよねっていうのは各社みんなかなり意識し始めてるんで、配信映え、うん、そう、そういった意味では結構なんかその YouTube とかで見てあこれ面白そう、でじゃあ被ってみようみたいな、こういう感じの流れっていうのは結構増えてくると思いますね。そうね、今の動画実況で本当にすごいことになってて、世界の動画コンテンツの流通量の十数パーセントが今ゲーム実況なんですよ、世界的に。っていうふうに増えてるんですけど、でもただ今のお話をこう国光さんから聞いてると、あの VR ってもちろんゲームだけじゃなくて、まあ教育だったりとか、まあ旅的なこう感覚だったりとか、本当にこういろんな可能性がある中で、やっぱりゲームに焦点を合わせてるんですね。あ、いや、そういうわけではなくて、じゃないんですか、はい、その、あと、まあ、僕が、自分でやるやつっていうのは、はい、ゲームの方に、まあ、フォーカスしてるんですけど、うん、投資先とか含めてっていうのは、ゲーム以外のところっていうのでもかなり急成長してまして、例えば、ゲーム以外の C 向けのコンテンツっていうのでいくと、今、VR での音楽ライブっていうのがすごく伸びてるんですね。はい、うんで、まあ、投資先のバークって会社なんですけど、はい、この会社は、VR を使って音楽のライブっていうのが見れる。はい、で、これの結構大きいのが、なんかね、やっぱコロナでリアルなライブができなくなってきて、うん、で、なんか YouTube ライブとかって流行ったりしたと思うんですね。うん、でも、正直 YouTube ライブは僕は続かないと思ってて、っていうのも、やっぱリアルなライブの劣化版でしかない。うんただ、まあね、VR ライブっていうのが今すごく伸びてきてるのは、はい、リアルな劣化版じゃなくて、はい、リアルじゃできないライブ体験を作れるっていうのですごく注目されてまして、はい、僕もしょっちゅうバーク実は拝見してます、うん、あなるほど、で具体的に言うと、まあ、2つの点で結構リアルにできないことっていうのがあって、はい、まずバークのとこでもガチ恋モードって感じ、あ割とアイドルのライブが多いんでガチ恋モードっていうのは伝えましょう。ガチ恋っていうのはまず本当にアイドルのことを好きになっちゃう人のことをガチ恋ファンっていうんですけど、あそうですね。で、でガチ恋ライブ、はい、でそのガチ恋ライブっていうのは、ガチ恋ライブっていうのは、はい、バラードとかの恋愛の曲歌う瞬間あるじゃないですか、はい、そのタイミングでそのアイドルの子が自分の目の前に来て自分の目を見つめながら歌ってくれる。そうなんですよ。これは気ですね。そうでこれってリアルなライブだったら絶対無理じゃないですか、でも VR のライブだと、まあね、1000人見てたら1000人全員の目の前に来て歌ってるんですけどね自分のためだけじゃなくて、はい、でもそういう感じで本当に自分のために目の前で歌ってくれてるみたいな、こういう感じの演出っていうのがやっぱ VR だったらできたりとか、あと今結構なんか取り組んでるのが、はい、例えば音楽の中でなんか桜舞い散る中を駆け抜けたっていうのがあった時に、うん、今までのやっぱ映像演出って限界があったと思うんですね、うん、でも VR 上だとその歌詞のタイミングで本当に桜の花が舞い散るみたいな、うん、とか雨降る中を駆け抜けてって言った時に本当に雨を降らすことができるみたいな、うん、なんで結構音楽ってなんかね、あの VJ だったりとかあと MV 作ったりとかで映像も絡めて音楽っていうのを表現するっていうのが広がってきたと思うんですけど、 VR の音楽ライブだとそれを本当に 3D で立体的な感じで表現できるみたいな、うん、こういうのはすごい、まあ、盛り上がってきてますね。実際に僕もそのバーチャルの世界で、自分でイベントを主催してやったことあるんですけど、そしたらその時にワールドっていうのを作る人がいるわけですね、はい、まあ、今会場を、うん、会場を作った人がもう盛り上がってきたから、いやもうテンション上がってきちゃったって流れ星流しちゃったみたいなことですねこれは VJ とか DJ を超えたワールドジョッキーだなっていうふうにちょっと思ったんですけど、まさにおっしゃる通りですね。結構ここすごくその VR のところでリアルよりも勝ってくる可能性があるっていうのが、例えば
花火を打ち上げるとかってリアルだとすごくお金がかかるんですね、ライブで。でも VR の場合だと花火の演出をプログラムで作っちゃえば、もうあとはね、打ち上げ放題、打ち上げ放題、確かにそうなんですよ。花火もサブスクですよ。雨も降らせ放題、桜の花も散らせ放題、本当にプルマイできちゃいますね。で実際にこれをユーザーとしてすごい楽しんでたんですけど、国見さんきっとビジネス面でもご覧になってると思うんですけど、もうこれは市場規模は明らかに伸びてきてるんですか？そうですね、VR の市場規模って、単純にハードウェアの普及台数というところが、一番大きいところなんですけど、そのハードウェアの普及台数がいよいよオキュラスクエスト2が500万台で、年末には1000万台に到達してくると。で加えて来年、これはすでに発表されているんですけど、ソニーがプレイステーション VR2、これをいよいよまた来年発売してくると、であとさらにアップルも VR と AR の両方ともできる端末っていうのをローンチするっていうのもニュースで出てき始めたりとか、あと今中国の方でもちょうどTikTok をやってる親会社がバイトダンスって会社なんですけど、その TikTok の親会社のバイトダンスが中国で一番大きかったその VR のヘッドセットの会社のピコって会社を700億で買収したりとかって感じなんで、なんで今はその Facebook のオキラス一強体制なんですけど、そこにプレイステーションだったり、Apple だったり、TikTok の会社だったりとかっていうのが入ってきて、いよいよそのハードウェアって感じのところもかなりの激戦が始まってくるって感じなんで、なので来年っていうのはかなりすごい年になってくるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。ワクワクする気持ちがわかるでしょ。わかりましたよ、だんだん、はい、ということで、お忙しいところ今日はですね、国光博直さんにご登場いただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。9月15日水曜日、時刻は午後5時を回りました。日本放送吉田ひさのりです。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、ご意見ご感想をご紹介していきます。はい、メールですけれども、単身赴任で VR さん、はい、吉田さんの影響を受けて今年6月頃にこのオキュラスクエスト2購入しました、はい、VR ゲームや大人の VR 動画などをとても感動しています。マイルドですね、言い方が、はい、最近 VR チャットを始めて、はい、フレンドは少しずつ増えていますが、フレンド、友達、はい、フレンドっていうんですか、はい、どうしても同世代でないと話がついていけないことが多いです。そこで VR チャットで吉田さんとフレンドになることは可能なのでしょうか。また40代のおっさんでも話の合うおすすめのワールドはありますか。よろしくお願いします。あ、まずその VR チャットっていうのは、はい、VR の世界で自分が好きな姿になって他の人とチャット、いわばおしゃべりを楽しめるサービスで、実際にこの VR チャットに入ると、もう本当世界中の人から話しかけられるんですよ。で僕はそうですね、普通に、VR の世界で遊んでたら、いきなり、Where do you come from? みたいなことを聞かれて、言語はそれぞれの言語なんですか？それぞれの言語で、いやもう日本から来て from Japan みたいなこと言ってたら、I am from Tel Aviv とか言われて、みたいな。でもそのイスラエルの人と目の前で喋ってる感じしかしないんですよ。あとはですね、やっぱり日本人同士で、そのワールドに入って将棋できたりするサービスとかあるんですね。正確に言うと将棋とはちょっと違うゲームなんですけど、はいはい、違うゲームやって一通りやって、面白かった、でどちらからですかって言ったら、福井から来ましたみたいなこと全然こうその距離を意識しないんですよ。で、ここで今こちらの単身赴任で VR さんは、ご自分の年齢とか気にしてらっしゃいましたが、この世界見た目一切関係ないんで、それってバレないんですか、そのまんま。言わなければ一切顔も見えないですし、声も分かるといえば分かりますけど、やっぱり声だけで年齢まではっきり分かる、かなり難しいですよね。そうか、声は自分の声で、生身の声で出るわけですね。変えることもできますけど、やりようによっては。そうすると、もうずっと、この人すっごい頭いいし、ものすごく仕事できそうと思ったら10代とかだったりするんですよ。聞かなくてもよくて、この世界で何が大切かというと、自分が好きなことが何か。
もう自分の趣味を突き詰める世界なんですよ、うんうん、VR って年齢とか、はい、どこから来たかとか全く関係ないっていうことですね。性別とかもね、VR の世界の格言に、性癖を晒せっていう言葉がある何ですかそれ。つまりなんかなんだかんだ言って趣味って人からよく思われたくてこんな趣味みたいなの言ったりすることを、ちょっとかっこいいところね。ねえねえ、ちょっとゴルフやってますみたいなイメージいいから、うん、でも本当に好きな方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういうイメージの良さとかもう、うん、みんなルックスの、うん、差別とかこうなんか他の人から、文句を言われる筋合いが一つもない世界なんですよ、はい、年齢もそうだし性別もそうだしっていうことで、もうそうなると、うん、もう人間何が本当にその人は好きで何がやりたいのってことしか問われないので、僕は一生懸命って名前で探せば出てくるので、一緒にこういう会話楽しみたいと思えば、うん、結構いますよ。でもいついるとは約束はなかなかできないですけど、いるタイミングが合えばじゃあこの方も吉田さんとお話できると、はい、一生懸命ちょっと探してみてください、ね、そうですね。そのうちツイッターで、じゃあこれから入りますとか言いましょうか、ね、あ、そういうお知らせがあるとね、お会いできるかもしれないですね、うんうんうん、はい、じゃあちょっとそうしてあげてください、はい、それから埼玉県ポッキーさん、このね、VR 体験で増山さんに叱られるもいいですが、普通に増山さんをアシスタントにラジオのスタジオでトークできる体験とかしたいです。もっと欲を言うなら、那須さんや新行さんなど日本放送のアナウンサー全員を選べたらいいですねって。昨今の VR ゲームのトレンドで言うと、はい、ゲーム内課金で、那須さんがダウンロードできたりするんでしょうね。なるほど。ですけど、これポッキーさんに一つお伝えすると、意外に気は使いますよ。まあそうですよね。で、誰が一番こう課金されるかされないかみたいなところ。まあそこはパッケージでダウンロードしていただくことにしませんか。それがいいですね。日本放送アナウンス室っていう。すいません、これが何でしょう、一緒にラジオをやるということの実態ですからね。お聞きいただければわかりますね。はい。なんかセットでね、売り出すときはしますんで、はい、意外に気は使います。お願いいたします。はい。さあ、ご意見お待ちしておりますで、明日木曜日なんですけれども、飯田アナウンサー夏休みのため、助っ人パーソナリティ木曜日、古舘伊知郎さんをお迎えいたします。はい。で、古舘さんね、先月著書、新しい著書ですね、MC 論、昭和レジェンドから令和新世代まで仕切り屋の本懐を出版されています。まあ、なかなか興味深く読みましたけれどもね、そのあたりのお話も伺っていきたいと思っていますので、古舘さんへのね、質問なんかも今日からあればお待ちしております。メールは zoom@1242.com で、あなたからのご意見お待ちしています。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集する話題はこちらです。自民党総裁選挙、3人の候補者が SNS 発信を本格化。あさって17日告示、29日投開票の自民党総裁選挙について、立候補を表明した岸田文雄氏、高市早苗氏、河野太郎氏の3人が SNS で情報発信を本格化、ネット上での活動を積極的に展開しています。そしてこの時間は日本初のツイッター公認アナウンサー吉田尚憲さんに3人の候補の SNS を解説してもらいます。日本初なんだ。一応今公式マークってあるじゃないですか、はいはい、青いこうね、こう、うん、跳ねるマークがついたものがついているやつの前に、うんうん、その前にツイッターの方が公認で運営しているツイナビっていうサイトがあって、はい、そのツイナビで初めて公認されたアナウンサーなんです僕。すっごい前ですけどね、もう10年前後、10年以上かな、もしかしたら、ぐらい前から、ツイッター使っていて、で、そこからほぼ、そうですね、考えてみたら、うん、この10年ツイッター触らなかった日、ないんじゃないだろうか。という、まあ、ぐらいには使っていて、で、その10年前の段階では、政治家の方はもう本当数えるほどしか、ツイッターのやってない。そうでしょうね。そのくらいの時期ではね。わけですよ。うん、で、今となっては、人前に出て活動する方は、まあ、ほとんどの方が SNS やってらっしゃるのが、こう、ほとんどじゃね、はい、やってるんじゃないかなと思いまして、うん、で、今回も、3候補者の方々、それぞれ、ツイッターやっていらっしゃるので、ちょっと、チェックしてみようかなと
思いまして、日本初の公認アナウンサーが、はい、そうですね、だいぶいじっていらっしゃるのはすごく伝わってきますけど立候補者をチェック、はい、立候補者チェックすると、まずですね、一つ間違っちゃいけないのは、はい、これそれぞれ twitter.com の後にそれぞれのこうアカウント入れますよね、でこれ、今回例えばじゃあこう岸田文雄、高市早苗、河野太郎、全部アンダーバーとか何にも入れないでこれそのまま入れたとしますよね、はい、参考補者全部のアカウント、これおそらく偽物が出たんでしょうね、全部凍結されてます。あ、3アカウント全部。そうなんですか。はい、へ、なので全員違うアカウント名になってました。へ、例えば岸田文雄さんは岸田230っていうアカウントになってて、これ文雄ですね、多分ね。ああ、なるほど。岸田文雄で230になってて、うん、で、河野太郎さんは河野ごまめ、河野太郎ごまめになってるんですよ。ごまめ？はい。もともとごまめの激しいってブログやってらっしゃったのかな。ああ、そこか、ね。ブログのタイトルからこうやってらっしゃるのでしょうと。はい。ということで、で、高市早苗さんは、高市、アンダーバー早苗。これが、それぞれ全員こう公式マークが、こうついてるんですが、はい、まあこれ公式マーク、もうこれでもう用途わかりますよね。誰でも、どの文字の、早い者勝ちで文字の並びは、ツイッターアカウント取れてしまうので、うんうんうん、すぐなりすましの方が出てしまうと、情報性が疑われるので、ツイッター社が、この人はちゃんと公認ですよっていうふうに、認めた方に公式マークがこうついている、はい、で逆に他の人を語って発言を始めたアカウントというのは全部、まあ、いわゆるこう凍結することになるという、はいはい、いうルールで、で現在この3人の公式マークがついているものを、確認させていただきますと、まず、圧倒的にフォロワー数が多いのは、現時点では河野太郎さん、やっぱりね、そうでしょうね、 241.7 万フォロワーいらっしゃいます。はい、日本の政治家の方では、まあ、トップでしょうね、はいはい、でそして、岸田文雄さんが、5.1 万フォロワー、うん、はい、でそして、高市早苗さんが 15.8 万フォロワーと、あ、うん、はい、いうことになっていて、割と差があるなという感じじゃないですか、はい、であとこの面白いのは誰をフォローしてるのか、あ、ま、この方々がね、そうです、自分で、うん、こう発信するだけじゃなくて、他の方の情報も見てるのかな、どうかな、ということになると、まずですね、高市早苗さんはとても保守的です。ゼロフォロー。あ、誰のこともフォローしてないんですか？誰のこともフォローしていません。へぇ、おそらくこれは、お付き合いで、あの議員をフォローしてるのに、あの人をフォローしてないみたいなことになると、そこで揉めたりする可能性があるので。手を立てればね、こっち立たずみたいになっちゃったりね。ですね。で、この高井さんは今ゼロフォローになっていると。はい。で、その一方で、岸田文雄さんを見てみると330人フォローされてるんですけど、まあね、始めたのも2020年4月からで圧倒的に他の2人に比べるとアカウントが新しいんですけど、はい、見てみるとですね、フォローしてる人のリストも見られるんですね。もうね、びっくりするぐらいスーツのおじさんしかいない。ちょっとお堅い方々というか。そうですね。他の議員の方だったりとか、まあね、外務省とか、うん、まあ中にはこう、乙武洋忠さんとかもね、こう中にはいらっしゃるんですけども、まあもう、基本的には、おじさんが、おじさんをフォローしているという、その言い方もなんですけど、ですね、あ、性格がそれぞれね、そうですね、で河野太郎さんは987フォロワー、はいはい、で、この中でですね、はい、一番新しいフォローはなんとですね、キャリーパミュパミュなんですよ。へえ、これは何か言及があったのかなとかいうふうに思うんですけども、うん、もう政治家の方もフォローしているし、はい、中にはもう英語のアカウントで、アメリカの軍のアカウントとか、まあ確かにね、国のことを考えるんだったら必要かもしれないというようなアカウントをこうフォローしていることがこう分かったりと、うん、河野さんはあれですよね、はい、こうなんか自分のこうエゴサーチをして自分のことが語られたり してるものにはね、いち早くこう反応してそれに答えるみたいなことやって、若い子たちにもね結構注目浴びたりしてましたけれども、でも多分若い方からすると圧倒的に、うん、自分の友達の延長の使い方を SNS をされているので、うん、親しみはこれは感じるなと思うんですよね。親しみで取ったら河野さんの勝ち、はい、うん、でもう本当にでもそれがなんとなく自分の若い頃のことを思い出してほしいんですけど、若者のことを分かったふりをするおじさんっているじゃないですか。はいはい、おじさん、はい、おばさんいらっしゃるじゃないですか。うん、それではないんですよ。
河野さん、ちょっと見てると、僕はこれは本当にすごいなと思ったんですけど、ガールズ&パンツァーというアニメがありまして、うん、まあ、アニメファンの中ではかなりヒットした作品なんですけど、はい、その作品のキャラクターが、河野太郎さんにワクチンを打っているっていう、まあ、イラストですよね、イラストを描いたものを、どこにも河野太郎って書いてないのに見つけてきて、それにリプライしてるんです。引用ツイートしてるんですよ。すごいですね。ね、これを見たときに、ちょっと、どうやったらと。ここまで見つけられるんだろうってのは割と驚異的で、まあでもきっと友達同士の SNS のやりとりってこういう感じだと思うので、とても発信力があるとされるのは、まあやっぱここを見てもわかるなっていう感じは。うん、もうこれはご本人がそういうことに長けていて、こう敏感な方っていうことなんですかね。まあ多分、世代的にもやはりね、今までの政治家の方よりはだいぶ若い世代の方ではあるので、河野太郎さんは、まあその辺は分かってるなっていう感じはすごくします。はい、で、一応こんな細かいこともチェックできるということで、岸田文雄さんと河野太郎さんが相互フォローなのかなっていうのを調べてみたんですけど、やっぱり相互にフォローはしていました。そうですか。お互いのやり取りをこの後するのかどうかはちょっと全然不明ですけどね。で、肝心のツイート内容ですが、はい、先ほどの、まあ、その河野太郎さんは、河野取り混ぜてと思ったら、最近、総裁選アカウント作ってるんですね。あ、別に。ご自分の、人格だけじゃなくて、日本を前に進めるみたいな、ここ、ハッシュタグまで作っちゃって、やってるんですけど、はい、いや、この SNS の使い方に関して、やっぱり河野太郎さんが圧倒的にうまいなっていう感じはしますね。この間、ただ、こう、ブロックしてるのはどうなのっていう話もありましたけど、そこをブロックじゃなくてミュートに変えると僕はいいんじゃないかなと、個人的には思ったりするんですが、しかし、高市さんと岸田さんに関しては、もうオフィシャルなことしか書いてないです。これ、聞いてらっしゃることはないと思うんですけど、4行以上漢字の多い文章あったら、SNS で若者読んでくんないですよ。確かに、はい、ずっと見たところは漢字が並んでるって感じでした、もうさっき。高市さん、勉強会とか、なんですかね、パーティーの、集合写真のインスタグラム、あんまり面白くないです。ちょっと厳しいけど、この辺がアドバイスですか。参考にしてくだされば、はい、はい、以上、ズモンでした。お聞きいただいているのは、みやびで、はい、ローマ字でみや、最後、VI で V って書く、彼ですね。のアルバム、ニューグラビティの中から、イマジナリーフィーチャリング、キンブラを聴いていただいてますが、彼、誕生日昨日なんです、はい、9月の14日。多いですね、意外とね。そうなんです。吉田ゆきちゃんもそうだし、というのもあって、うんうんうん、で、彼と実は僕一緒に番組やった時代があって、はい、その時に、娘が生まれたんで、娘の名前丸ごと取ってみやびにしちゃったというぐらいつながりがちょっとあったりするんですけどね。はい。さて、お聞きの日本放送、はい、はい、この後5時30分からショーアップナイター東京ドームから巨人対 DeNA 戦をお送りします。解説大谷昭彦さん、実況大泉健太アナウンサーです。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、飯田アナウンサー夏休みのため新業一課の OK 浩司アップ、明日のアシスタントは内田裕樹アナウンサーです。コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん、自民党総裁選挙などを取り上げます。で、午後3時半からのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは古舘伊知郎さんです。ゲストがジャーナリストの後藤健二さんです、はい、で、まあ、日曜日はね、はい、VR やってます。毎週日曜日午後11時30分からミューコミ VR、 今週は VTuber のレビーエリファちゃんという方が来てくれるのですが、さあ増山様、最後に、はい、今日かぶっていただいて、ね、はい、はい、今ジェットコースター見えるようになりましたか。ちょっと待って、はい、今増山様に今から VR でジェットコースターを体験していただきたいと思います。イエス、はい、イエスと、はい、ちょっと待って、トリガーです、トリガー、トリガーで人差し指のボタンですね。はい、モードを選びます。はい、はい、ピッ、ちょっと待って、モードを選びます。何やってるかな。あ、ちょっとね、今ね、多分ね、増山様選択、選択しましたよ。次、はい、次、はい、誰もいません。次、銃を、ちょっと待って、銃をどうすればいいの。銃を撃つみたいなボタンがありますよね、はい、トリガーボタン、はい、人差し指を引っ掛けてそれを押してもらいたい。ローディングになってます。ローディング、ああ、今だったら始まるかな、間に合うから。ちょっと待って、怖い。何これ、始まる、ジェットコースターです。ジェットコースターが今、ね、ちょっとね、岩場がゴツゴツしたところが見えていまして、だんだん今、安全バーを押すか、はい、押して、A を押してください。